川崎重工業、川崎重工業船舶海洋ディビジョン、神戸工場俯瞰神戸工場。写真は、第4ドック船舶海洋ディビジョンは、川崎重工業の社内カンパニーである、エネルギーソリューションマリンカンパニーのうち、造船を手掛ける部門である。川崎重工業創業以来の事業であり、2002年から2010年までは100%子会社。 川崎造船株式会社であった。その後は、船舶海洋カンパニーという社内カンパニーであったが、2021年4月、エネルギーソリューションマリンカンパニー内の組織に再編された。川崎重工業の明治時代の創業以来の伝統的事業であった造船事業の経営を継いでいる。2002年に川崎造船株式会社として分社化されたが、2010年に、 川崎重工本体へ再び吸収された。分社時においては川崎重工グループ全体のうち造船事業は売上高で約10%にまで低下していた。分社後は世界的な造船拡強の時期となり2006年9月には神戸工場の受注山は21隻となり、阪神・淡路大震災以降で最高を記録した。 2010年頃までのフル創業が予想されている。水上オートバイは川崎モータースの取り扱いとなっている。工場は国内に兵庫県神戸市中央区東川崎町の神戸工場と香川県坂出市川崎町の坂出工場の2カ所、海外に3工場ある。神戸工場では民間用船舶のみならず、艦艇や海洋機器の製作、それらに関係する。 各種部品も扱っている。船舶の修理も可能で、主要工場の一つである、神戸工場には、海上自衛隊や海上保安庁に所属する船舶が、ドック入りしていることもある。また、浸水式の際には、地元住民を招待することがある。なお、神戸工場は、エネルギー、環境プラントカンパニーの工場も兼ねている。 貨物船は主に積載量5万5000トンクラスのバラ積み見船を建造しており、同一タイプの船を複数受注し、生産効率を高めている。2006年現在の神戸工場ではこのクラスの船舶を年間5隻橋を建造できる。また、水中翼船も建造している。川崎造船分社以前に製造した艦船、川崎造船分社後に製造した艦船、 川崎重工吸収学併後に製造した幹線、香川県坂出市の埋め立て地にある坂出工場は、瀬戸橋上から工場全体を長官できる巨大工場。1967年から稼働し、建造第1号はタンカー、木の川丸であった。2006年2月に建造250隻を達成した。現在は、 大型 LNG 戦闘の10万トン超の大型貨物船を建造しており、2003年9月には、当時世界最大の運搬容量の LNG 船、エネルギーフロンティアを建造した。LNG 船は、その後、船体寸法を維持したまま船尾側の3つのタンクを上下方向に延長させた15万3000、立方メートル型へ発展。2008年12月に一番船、LNG バルカ。 2009年5月に2番線、エネルギーコンフィデンス。2009年7月に3番線、LNG ジュピターが建造されて選手へ引き渡されている。川崎重工時代の1989年には、日本貨物鉄道の EF66 系電気、機関車がここで生産されている。海外工場会社には、中国に南通り中円川崎船舶、工程有限工師、 ナックスと大連中園、川崎船舶、皇帝有限講師ダックス、ブラジルに、エンセアダインドストリアナバル会社がある。2006年9月23日日本経済新聞組織改正、役員の移動、業務執行体制の改正及び、人事移動、川崎自由工業。 https://www.ki.co.jp:/pressrelese:/news21226 <oro> から 23pdf2021 年9月8日図覧 <acht>。川崎重工、造船、白洋関連トップに、渡辺市。4月1日付。日本海事新聞。 https://www.jmd.co.jp/.article.php 脳イコール2653442021年9月8日、閲覧。事業所、工場紹介神戸新聞ネクスト経済、潜水艦、国流と命名川中神戸工場で、浸水式神戸新聞ネクスト経済潜水艦、 水流引渡し式三菱重神戸造船所。ありがとうございます。